どうもこんにちは。YouTube 運営に抗い続ける鳥です。今回は、マリファルで舞台決まったけど演技が心配になるお日様たちを見ていこう。7月12日から上演の舞台幕が上がる。主演。パルマリー舞台主演。舞台だと。おっしゃー。パルマリッチャー。しかし、マリーって演技経験ないよね。気づいてしまったようだ。パルは声張る出てたけど、ゴーフルの MV だけかな。ゴーフルの MV でちょっとやってるぐらいかな。個人 PV は演技かどうかわからん。そういや個人 PV の監督さんが Twitter で演技うまいって褒めてたな。舞台演技はまた違うからそれは楽しみだけど、君と僕の日向の初恋恋と友情の真剣勝負編も地味に演技がうまかった気がするな。過去に演技経験はなかったはずだけども、下にリンク貼っときます。あの当時はまだお嬢様とか国民的美少女のってイメージの方が強かったけど、今見たらまた面白い個人 PV よね。当時はなんかキャラにないことやっててなんか怖いなって感じだったけど、今はそういうこと考えてそうだよねって分かってみてやっぱり怖いっていうね。今見るとらしさがしっかり詰まってる。怖すぎ。マリーの演技って満ちたから楽しみだな。ということで、マリパル舞台楽しみです。でも今月の出費が痛すぎて応募悩んでます。過去動画たくさん回しといてください。でも前回の動画は全然回さなくて大丈夫です。広告剥がされてるんで、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 剥がされてるんで。